ノバテクは、ロシア連邦の独立系天然ガス生産、販売会社。天然ガス生産量はガスプロムに次いで、ロシア国内2位であり、2010年の生産量は、対前年比15.2%増の376.54億立方メートルであった。西シベリアチュメニ州山路ネツ自治管区タルコサレに、本社があり、モスクワにメンテナンスセールス事務所を持つ。 ノバテクの主要株主は、プーチン大統領の旧友でもある、石油トレーダーのゲンナジー・チムチェンコの所有する、ルクセンブルクのファンド、ボルガリソーシーズで、同社株の20.77%を保有する。ついでガスプロムが10%の株式を保有する。さらに9.24%の株式を、ガスプロムバンクが所有するが、ノバテク社 CEO のレオニード・ミケルソンとゲンナジー・チムチェンコが、 この株式を購入する権利を有している。西シベリアのヤマロネネ通じ地管区ノバテクの創業する主要なガス電は北極圏のユカレフスキーがス電である。2009年5月27日、ノバテクはボルガリソーシーズから南タンベースコ営交渉を所有しているヤマル LNG 社株51%を取得した。2010年7月2日、 北極圏のマロヤマルスキー交渉の採掘権を持つ、タンベーネフチガス社を買収した。同交渉は、ヤマル半島にあり、天然ガス埋蔵量1,610億立方メートル、コンデンセート埋蔵量1億4,400万トンと推定されている。ノバテクトガスプロムは、ヤマル半島に、天然ガスプラントを建設する計画である。 また、フツとタル社と共同で、ヤマロネ熱自治管区のターモカーストボイ交渉の開発を計画している。2010年12月、ノバテクはガスプロムバンクからシブネフチガス社株51%を取得した。2011年1月、残る49%の株式を所有する株主に対して買収の申し入れを行った。シブネフチガスはヤマルネ熱地域の開発、 生産権を持ち、全体で3953.3億立方メートルの天然ガスと844万トンのガスコンデンセート埋蔵量が推定される。さらに、ノバテクは、夏季の会社の取得を計画している。ありがとうございます。